あ、チロちゃん、リンちゃんは個人的に LINE くれて、あ、そう、 LINE が来たのが、チロちゃんとリンちゃんってお友達と、あと母と妹、あとあの、あいつあいつ、ムラッシュに新しく入ったマルクスでマルクスさんのこと好きになった。お前だけ、ムラッシュの中で私におめでとうって言ってきたの、お前だけ。お前についてね、決めましたねえダメだよ、ムラッシュダメです。しかもケンピちゃんラインみたいなのね、ムラッシュ全スタッフいて、まあ、その全体ラインでマルクスさんが私のことメンションしておめでとうございますって言ってくれたの。そう、ヤニカスマルクスで、アットマークケンピちゃん誕生日おめでとうございます、これからもよろしくお願いしますみたいな。あら、マルクスさんはこれで全体で、あ、おめでとうケンピちゃん、そっか誕生日なんだ、これからもよろしくなみたいな空気を作ろうとしたと思うのね。結果マルクスで途絶えました。ダメですね。私はもうマルクスさんについていうことにした。もうダメだ。もうジャルもダメです。ダメ。鎌田もネジもダメです。お前らはダメ。もうあんだけわかりやすくバトンを渡そうってマルクスさんがバトンを入ってやったのに誰も受け取らないの。汚いものを見るかのごとく。誰が受け取るみたいな。お前が言えよみたいな。誰も言わない。なんという団体なんでしょう。そうそう、お世辞でも流れてる。本当だよ。人望がない。人望もないけど、奴らも良くない。だってさ、元職場から来たよ。ねえねえ、結局。すごいね。元職場の、その、私がいるラインってなの。全体ライン。それで一人が、あ、そういえば、あったまけんぴちゃん、お誕生日でしたね。おめでとうございます。って言ったら、全員、おめでとうって来たよ。女エモンも、隣の席だった女エモンも、あ、そうじゃん、けんぴちゃんおめでとうって、流れてきたよ、全員。一方、ムラッシュは後なんかおめでとうございます、続かない。どうしようね、職場戻ろっかなとか考えてた全員から来て、えらいでしょ。これだよ、これだよ。お世辞でも言っとくんだよ、スタンプ1個でいいね、おめでとうございますみたいな。全員だ。ムラッシュもさ、スタンプでいいの、別にもう祝とかおめでとうとかあんじゃん。それだけでいいのに、それすらできないね。なんなんだ。まあでもきっとビッグサプライズかね。あ、きっとビッグサプライズが待ってんだと思って、私は広い心でいるよ。きっとムラッシュはもうこの後ビッグサプライズが、ビッグのプレゼントを私に用意してて、あわわケンピちゃんの誕生日だけど、でもサプライズだから言えない、あわわ、いやちょっとでも今度みんなでお祝いしようみたいな気持ちだって思う。まだまだ信じるまだね。うん、きっといいものくれるんだもんね。相当いい、新しいマイクの機材とか、マンションとか、車とか、相当きっといいもの。ねえ、いい暮らししてそうですよ。いいもの来るんじゃないの。え、車もらってもそれ、え、車もらったら売ります。うん、目の前で、あー、すいません、ちょっと